皆さん誘ってんじゃん TV に遊び来ていただいてありがとうございます。今日はですね、ホームニンジニアスタジアムで、松本山雅との試合をこれから控えております。今日の試合から J3 リーグ後半戦のスタートということで、残り19試合の後半戦に向かっていきます。その後半戦の最初の試合ということで、ものすごく重要なゲームになってきます。今日の松本山雅もね、非常に手強い相手で、一人一人の能力は高いですけど、愛媛 FC らしく戦って、今日も必ず勝利をもぎ取って帰りたいなと、もぎ取っていきたいなと思います。ホームなんでね、毎回同じようなことを言ってるかもしれないですけど、負けるわけにはいかないんで、とにかく勝ち点3、勝利だけを目指して戦っていきたいなと思ってます。森脇もね、試合に出て90分間走れるように魂込めて戦いたいなと思ってます。それでは皆さん、試合後勝利で会いましょう。行ってきます。頑張ります。
ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ぜひみんなで盛り上がろうじゃありませんか。一試合一試合積み重ねが聖水今週優勝となるわけです。そして次のホームゲームは8月13日、また日曜日、またお会いしましょう。ありがとうございます。またお願いします。みんなで肩を動かして、このニンジニアスタジアムに帰ってきてください。そして共に戦い続けられませんか。共に締めるのさんも帰られたかな。もう最後か。はい、よし、じゃあ皆さんで写真撮りますか。全員で、はい。本当ありがとうございます皆さん。もう嬉しい、もうハッピーで、こんな感じで撮りましょう。ちょっと盛り上げ、だいぶ汗だくでね、汗臭いんで、ほんと申し訳ない。びちょびちょの。勝利にね、貢献できなかったんで悔しいですけど。じゃあ皆さん、真ん中の方に。子供たちも前に待つね。パパとママも、はい、全然、はい、前にちょっと前の位置に座れるけど、まあ、頑張って大丈夫か。はい、ちょっと、はい、おいでおいで、前で5分とかで、わーわー、お疲れ様です。ごめんってくれるから、ごめんね。わーわー、まあ、そうね、あ、そうね、箸が渡しとって、まとまってないですよ。だから来たんだ。あ、そうだ。そこで。わ、ありがとう、ごめん。あ、テレビになってきてるよ。マジで。僕、調子なんですけど。まあ、全然嬉しいわ。ありがとう。ちょっといただくわ。え、箸は普通に。まあ、頑張ります。
や、しかし、今日だいぶ振られても疲れたよ、もうあんだけ振られないまた頑張ろう、だから、はい、ありがとうございます、足によろしく、はい、こちらの君、お疲れです。またお願いします。本当ね、今日悔しい。やっぱりね、また累積か。累積累積累積。累積が通って言ったまで。チームメイトなくしや。本当そう。何をしようのやっていう。ゆっくり。そうね。この次休み来ないで。またお願いします。はい。先生また。前さまだ。ゆっくり休み。うん。ありがとうございます。疲れたなモテ。いやー悔しい。悲しい。悲しいな。今日の何が何だったの？勝利。お互いね、そうそう、お互いもあっちもさ、まあ横にはいるけど、あれ、あれだな、クロスね、上げられた感じがある。出なかったんだけど、悔しい。ちょっと愛媛からパス送るやん。ダゾンで頼むよ。実に行こうかな、ほんまに拳に行こうかと思って頑張りたくない。確かに今より変装していってたと思って、これ最後。いやー悔しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー悔しい。ちょっと引き分けでしたね。まあなんか自分たちのこう、ね、スタイルを出せなかったっていうのもあるし、まあ、自分自身のところもね、もっとチームにこうエネルギーを与えたかったなっていうところはあるんですけど、まあ、そこの部分が、チームに影響を、ね、与えることができなくて、まあ、自分にがっかりしているっていう感じですね。まあ、でもまあ負けないっていうのがね、やっぱりこういう苦しいゲーム、負け試合を引き分けに持ってくる、やっぱ引き分けの試合を勝ちに持っていけるように、やっぱこういうことはね、コツコツやっていくのは大事なんで、まあ今日は一つ、まあ改善点はあるけど、チームの成長も見れたんじゃないかなと感じてます。はい、季節はお休みですね。累積ですね。まあ、もう愛媛からパワーを岐阜の方にね、届けたいなと思います。岐阜牧野さんも多分ゲストで来られるんですよ。牧野も来るし、でもう電気消えちゃったよ、もう早く帰れっていう。陽介もね、宇賀も、で庄司、吉弘選手もね、田中純也も知ってる選手がたくさんいるんで、戦いたかったんですけど、まあ残念ですね。まあこればっかりはもう仕方ない。切り替えて次に備えます。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。怪我ないですか？怪我は大丈夫ですね。目は？目大丈夫。目もだいぶ回復してきたんで、またしっかり休養を取って、はい、来週から頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ行く。また決めて。オッケー。累積。悲しいよ。ちょっと待ってね、行くよ。はい、よし。お願いします。
オッケー、ちょっと待ってね、行くよ。はい、ありがとうございます。